やってきました、エムッチの時間。今日もエムッチと音読を楽しもう。今回もカンプロアニメ1話の台本の続きをやるよ。トリハート記憶喪失のニッチーが出会った最後のシーン、アニメ7、8だよ。前回と同じく1回目は文字通り、2回目はエムッチが考える読み方、3回目はみんなが思う読み方で読んでみよう。レッツトライ。1回目、文字通りに読むよ。アニメ7、ニッチー。でも今の話で僕も状況がつかめてきました。僕の記憶にはニッチーという名前と、とてつもなく恐ろしいものに襲われたという記憶、そして大切な仲間たちがいて、その仲間たちを救うためには漢字パワーを集めなければいけないという断片的な記憶だけでした。わからないことはまだたくさんあるけど、はっきりしたこともありました。あなたと力を合わせれば仲間も世界も救うことができる。アニメ8、ニッチー。改めて、僕はニッチー。僕と一緒に世界の平和を取り戻しましょう。トリハー。まあ俺はもともとそのつもりだったしな。俺はトリハー、よろしくな、ニッチー。トリハー。よし、ニッチー、やりましょう。続いて2回目はエムッチが考える読み方で読んでみるよ。聞いてみてね。アニメ7、ニッチー。でも今の話で僕も状況がつかめてきました。僕の記憶にはニッチーという名前と、とてつもなく恐ろしいものに襲われたという記憶、そして大切な仲間たちがいて、その仲間たちを救うためには漢字パワーを集めなければいけないという断片的な記憶だけでした。わからないことはまだたくさんあるけど、はっきりしたこともありました。あなたと力を合わせれば仲間も世界も救うことができる。改めて、僕はニッチー。僕と一緒に世界の平和を取り戻しましょう。まあ俺はもともとそのつもりだったしな。俺はトリハ、よろしくな、ニッチー。よし、やりましょう。どうだったかな。3回目はみんなが考える読み方でチャレンジしてみてね。じゃあまた来週。